Vincent while I know.新党結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられている街頭団の続報です。警察は街頭団を警察庁指定被疑者特別指名手配とし、街頭団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うことを決めた模様です。いいろ、情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。なんでこんなことになった。俺のことはいいんだよ。まあ、なんだ、気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることはお前をかくまうことぐらいだ。絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心していい。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎましたかね。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、その通り。それで終焉です。すげえじゃん。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか。漫画かよ。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームも、メジエドも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長を狙わせて。ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？いえ、金城やマダラメは私やユウスケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨志田の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても恋に狙わされたのは前回だけのはず。せこい手使いやがって。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや怪盗サイトの解散、相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥村社長だけじゃない。これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。だから俺は言ったんだ。
迂闊に飛び込むなと。なんだよ俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあん時は春のこともあった。放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそー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 。リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは何を間違えたんだ。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私、自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこと、分かってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。なんとかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかもそこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりひどい目に。ねえ、どうしたらいい？ああ、ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。やっぱ終われない。終われねえ。どうしたいかは決まったな。あとはどうするかだな。そうね。あいつらをクズ呼ばわりして、一番のクズは俺だって。オチ笑えねえよ。そうだよな、こっから変わっていけばいいんだよな。ありがとな。モヤモヤしてたの、すっきりしたわ。春とか双葉とか怖がらせちまったよな。謝っとかねえと、
じゃあな。ここが正念場だな。まあ今から気をもんでも仕方ない。落ち着いて明日を待とうぜ。よーし。